ミハイ一世、ミハイ一世、1921年10月25日から2017年12月5日は、ルーマニア王国の最後の国王、在位、1927年7月20日から1930年6月8日、1940年9月6日から1947年12月30日。1921年10月25日、 ルーマニア王大使カロルとギリシャ国王コンスタンティノス一世の長女エレーニの長子としてペレシュ城で生まれるイギリス女王ビクトリアのヤシャゴにあたる1927年に祖父フェルディナンド一世が崩御父カロルは数々の修文により多い継承権を1925年に放棄しており愛人と共に国外逃亡していたそのため わずか六歳の王孫ミハイが即位することになった。陽君を補佐すべく三人の摂政が置かれ、叔父のニコライ王子が非公式な第一摂政を務めた。しかしその三年後、父のカロルが突如帰国して、ミハイ一世を退位させ、代わって自身が国王カロル二世として即位した。退位したミハイは、父の王大使と定められた。カロル二世の十年間の申請は、 安定せず、1940年に、元国防省のヨンアントネスクの圧力によって、カロルは大尉に追い込まれて、再び亡命、ミハイが大いに返り咲くことになった。ミハイ一世の二度目の統治は、憲法への先制と議会の信任抜きで、憲法に違反した王として行われた。ミハイ一世は、大官式の代わりに、二度目の即位から間もない年月日に、 ブカレストの宗主教座大聖堂にて、ルーマニア正教会宗主教によって王として性別された。ミハイ一世は二度目の在位期間中、ルーマニア王国の歴史においての唯一の神の恩寵下にある完全に非法的な神権的君主であった。しかし、法的には、ミハイ一世は、軍の最高指導者や全権を有するの任命といった、いくつかの体験を除き、 ほとんどの権限を行使することができなかった。国家指導者に就任したアントネスクが、ルーマニアの独裁権を握った。1941年6月、独祖戦が始まると、アントネスク支配下のルーマニアも数軸国側に立って参戦した。ドイツが劣勢に回るとともに、アントネスク政権も動揺した。1944年8月23日、ミハイは、 国防大臣のコンスタンチン・サナテスクラと計りくゆでた、いわゆるルーマニア革命を起こして、アントスクを追放し、連合国側につくことを宣言した。しかし、ソ連軍による占領を免れることはできず、ルーマニア軍兵士13万人が捕虜として、ソ連に送られその多くが消息を絶つなどした。ミハイは親共産党政府の任命を強要されたため、政府から採火を求められた文書への署名を拒否する。 国王のストライキで対抗したが、ソ連に加えて、米英も政府に従うことを要求したため、政府への非協力を断念した。1947年12月30日、親共産党の陸軍部隊による包囲の中、ミハイは事前に用意されていた退位文書に署名し、亡命に追い込まれた。電話回線を切られ、ミハイは国王に忠実な部隊を呼び出すことができなかった。 当時のルーマニアでは、ソ連軍の中流に反対する、市民運動が激化して逮捕者が続出しており、一説によれば、ミハイに対しソ連中流軍のバシレンスキー司令官が、退位して国外に去らなければ、逮捕者を処刑すると脅迫したため、やむなく退位したとも伝えられる。退位の翌年の1948年に、ブルボンイコールパルマ家のアンヌ・アントワネットと結婚した。亡命当初は、 ホーエンツォレルン公の称号を名乗ったが、すぐに大意は強制であり無効であるとし、ルーマニア国王の称号を再び名乗る。その後反強制権下のスペインに渡り、イベリア航空のパイロットなどをしながら、亡命生活を強いられた。1960年代には、リアジェットの創業者であるビルディアと知り合い、最初の製品である、リアジェット23のテストパイロットとしても働いていた。 1989年のルーマニア革命によるルーマニア社会主義共和国の崩壊後、1992年にようやく一時帰国を許されるも、時の政権に警戒され、再度帰国を阻まれた。1997年に50年ぶりに市民権を回復したが、以後も自宅のあるスイスに住み続け、スイスとルーマニアを行き来する生活を送った。2001年7月、 娘のマルガレータ王女と共に、共和国政府より、特別の地位を与えられ、住居、整形、活動費すべてが国庫で保障されるようになった。NATO 加盟や EU 加盟のために、ヨーロッパ各国王室との遠赤関係を持つ旧、ルーマニア王家のチャンネルを有効活用しようとする、ルーマニア政府の意図によるものである。また、ミハイ一世自身もこれらの対外交渉を支援しており、 その際に雪樹国では公品に準じる待遇を受けた。ルーマニア共和国政府との関係は、おおむね良好で、大統領や首相から公式に、陛下の継承で呼ばれるなど、国家からの生活保障も、相まってルーマニアは、君主制と共和制の接中のような状況となった。90歳の誕生日となる2011年10月25日、退院を初めて、 ルーマニア議会での演説を行った。国家としての誇りの回復と民主主義の強化を呼びかけ、多くの議員からスタンディングロベーションを受けたが、トライアンバセスク大統領や一部閣僚は記念式典を欠席した。国民統合の象徴として広く親しまれた。2012年1月の世論調査では過去のルーマニア政治指導者の中で、 最も信頼できる孔人として選出された。2013年7月における調査では、対象となったルーマニア人の45%が、ミハイ一世に対して、良いもしくは非常に良い感情を持っていると答えた。2016年3月2日、慢性白血病及び定員性類表皮癌の治療のために公的活動から引退することを発表した。この発表は、 ルーマニア国内に大きな衝撃を与え、クラウス・ヨハニス大統領や、タチアン・チョロシュ首相は相次いで、陛下の病状を憂慮し、健康の回復を願うとの趣旨のコメントを発表した。また、同じルーマニア人の国家モルドバのニコラエティモフティ、大統領も同様の声明を発表した。2017年11月6日、ルーマニア王室は療養中のミハイ一世の様体が、 著しく悪化したと発表した。11月8日、ルーマニア王室は、ミハイ一世が政府機密を受けたことを発表し、担当医は、ミハイ一世の余命が数時間から数日間の深刻な状況にあるとの見解を明らかにしたが、11月11日には健康状態が改善したとの国営放送ルーマニアテレビからの報道があった。それから、一月近く命を保って、 12月5日、療養先のスイスのにある自宅で96歳で放擁した。ヨーロッパで最後に生き残った第二次世界大戦の戦時指導者の一人だった。12月11日、ルーマニア議会においてミハイ一世の追悼式典が催され、最後にルーマニア王国国家が流された。共和国議会で王国時代の国家が流されるのは史上初だった。 12月16日、国立美術館となっているブカレストの旧王宮前で、国民葬が営まれ、王家の墓がある教会へ向かう、棺の車列を5万人以上が見送った。1947年に、イギリス王女、エリザベス、後のエリザベス二世女王とエディンバラ公フィリップとの結婚式で、ブルボンイコールパルマ家のアンヌ・アントワネット、1923から2016と出会い、 翌1948年に結婚し、工場を設けた。ルーマニアの王位継承法において、女子には王位継承権は与えられていなかった。ミハイ一世には着室の弟もいないため、ルーマニアの王位請求権は、最も近親の男子であるまた、重帝のフリードリヒビルヘルム、2010年死去に移ることになっていた。 しかし、ミハイの退位六十周年となる二千七年十二月三十日、ミハイ一世はを改定し、長女マルガレータを王位継承者とし、ルーマニア王大女、プリンジッピザ・モスティナイト・ア・エー・ロマーニエを名乗らせた。二千十一年五月十日、ホーエンツォレルンイコール・ジグマディン・ゲン家との関係を断ち切ることを宣言した。これにより、ミハイ一世及びその子孫のホーエンツォレルン講師、 子女の称号は放棄されることとなった。マルガレータと夫には子供がないため、次女、エレナの長男、1985年隊が次世代の後継者になると考えられていたが、ニコラスは2015年8月1日に女性問題から継承権を剥奪され、その妹エリザベータが継承順位第3位となった。なお、父カロル2世の書士、 ミハイ一世の2位の長男、パウル・フィリップ・ホーエンツォレルンは、叔父である、ミハイ一世の正当性を否定し、自身が、ルーマニア王家家長の座に就こうとしている。パウルは、ルーマニア王家とホーエンツォレルンイコールジグマリンゲン、家との断絶宣言にも、批判的である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。